沖縄手帳発行人の時間第374回。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながらウチナーのことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の歳時記について語ります。じゃあマイクの用意をお願いします。はい、愚水曜中がなみら沖縄手帳発行人の前城です。今日はとてもいい天気ですね。いい天気です。爽快ですね、はい、いやいや今日もね朝海に行こうと思ったんだけどついつい寝坊してしまいまして、はい、あら珍しい、はい、昨日夜中に目が覚めてちょっとSF 小説読み出したんですよ。へえ。そしたら中に沖縄の問題が出てきたんでほれほれと思って読んでるうちにまた寝てしまったんですけど目が覚めたら7時を過ぎてましたので、明日はぜひ行きたいなと思ってます。へー、はい、それと今日はゲストさんが見えてます。前にも予告しましたけど、創作エイサー集団ネオ琉球の代表者の与那覇仁さんです。与那覇さんは以前にこの番組のレギュラーとしても出演していたことがありますので覚えている方もいらっしゃるかと思います。最近の状況などお聞きしたいと思います。じゃあ与那覇さん一言ご挨拶。はい、皆さんこんにちは。そしてお久しぶりです。以前この番組で内縄口講座を担当しておりました。あ、そうですね、与那覇仁です。後でまたいろいろお話しさせていただきます。よろしくお願いします。あーゆとさること逃げさびら、はい、後で最近の活動の状況とか今度の日曜日に予定されています発表会のリスナープレゼントなどもありますのでお楽しみにしてください。はい、今日は沖縄愛する君のみっちゃいしお送りします。さて番組を通して魔順沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日の暦、ターチ今日はウチナークイズです。そしてミーチメインコーナー、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。そして今日はネオ琉球についてのお話も伺っていきたいと思います。ぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問リクエストを募集しています。ぜひご参加ください。クイズのコーナーにもお気軽にご参加ください。メールアドレスは okinawatechou@gmail.com 沖縄手帳@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで映像と音声を配信しております。 FM 宜野湾のホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。そして同時放送もお送りしております。リスンラジオやマイチューナーという無料アプリで聞くことができます。全国のラジオ局から FM 宜野湾を選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM 宜野湾のホームページに再生ボタンがあります。完全に同じものをお楽しみいただけます。それでは沖縄手帳発行人の時間スタートです。この番組は山印刷の提供でお送りします。沖縄手帳発行人の時間。今日の暦、沖縄手帳からうんぬきやびら。今日は1月31日火曜日です。旧暦は1月10日土のと牛の日。潮回りは流潮、六曜は仏滅、晴天確率は晴れ 37% です。満潮干潮時刻は満潮はこの後は2時54分で148センチ、干潮はこの後夜10時23分で41センチです。過去の出来事、1978年の今日、南北大東島は100年間に5メートル北上中と国際調査で判明。そして2010年の今日、日中歴史共同研究会報告、琉球処分時の沖縄の所属で認識に隔たり。そして
2015年の今日、伊良部大橋3540メートル開通、県内最長架橋、無料では国内最長。そして2015年の今日、同じく京浜与那原駅舎資料館がオープンという出来事がありました。なかなかいろんなことがありますね。そうですね、だいたい月末には集中しちゃうもんですよね。ああ、なるほど、はい、で今日はこの中で、琉球処分時の沖縄の所属、そうですね、日中歴史共同研究というやつを取り入れたいと思います、はい、少し固い話ですがお付き合いください。はい、後半でぜひ聞いてください。日の出日の入り時刻は日の出7時15分、日の入り6時10分です。今沖縄季節ごよみでは真冬の時期です。再放送をお聞きの方は2月5日日曜日です。ウチナークイズ、ウチナー Q。 ウチナー Q です。はい、今日のウチナークイズです。先ほど今日の出来事でも話がございましたけど、沖縄で一番長い橋、伊良部大橋が、今日開通しております。先ほど出ましたけどね、日本国内でも離島間の離島と離島を結ぶ架橋としては、最長です。日本の橋全体の 中では4番目で、無料としては最長ナンバーワンということで、とても長い眺めのいい、観光名所になっている場所です。それでは逆にですね、県内で最も短い離島架橋、離島と離島を結ぶ橋の長さは何メートルでしょうかっていうのが今日のクイズなんです。ティーチは17メートル、ターチは170メートル、ミーチは77メートル。みんなこう7に縁があるんですけどね、離島を結ぶ橋として一番短いのはどれでしょうかっていうところです。どこにある橋かなっていうのも考えながらお答えいただければと思います。はい、ぜひお答えください。答えは最後にお伝えします。さて、ツイキャスカープボーイさん来てます。前城さん、駅長、皆さんこんにちは。今 iPhone に気温を聞いたら16度で湿度が 57% ってよ。今日は 20度まで上がるって話だけどどうなんでしょうね。っていうより2月に入ったら高温注意報が出るって昨日ニュースで聞いたんだけど本当かな。ですからね、ただここ数年というか最近の動き見ると2月のやっぱり上旬あたりが寒いんですよね。沖縄の最低記録はその辺に集中してますので、2月の十何日かまではまだまだ寒さは気が緩めないんじゃないかなと思ったりします。はい、じいさんどうですか、短い離島といえばどれだと思いますか。イラブ宮古、そう、ね、短い離島がどれかってことですね。離島との架け橋、どれが近いかってことですね、はいはい、なんか那覇のあたりの島とかって 離島って言うんですか。島じゃないのか、中島みたいな、中之島、あれは陸ですよね。あ、はい、昔は、まあ、大根山も離島だったんでしょうけど、それもはるか昔の話ですから、はいはい、ああそっか、はい、今は陸とみなすわけですね。そうです。瀬人が住んでる島ですか。はい、そう、人が住んでますね。なんだっけ、瀬長島だったっけ。瀬長島とかね、はい、空港の近くのすぐですよね。ああ、はいはい、それもあるんですね。どこでしょうか。まあ、離島というと結ぶから海峡をまたいでいく橋なんです。これはまあ後で回答ということになります。はい、ぜひご参加ください。
一つ終わりですね。3番かな、多分半富城のあそことか短いよね。小島の名前忘れた。あ、富城のあそこです。空港が見えるところ。あ、背中でもらうとじゃないかな。あと瀬底島とかもなんかすごい近いですよね。近いですね。沖縄手帳発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。今日は久しぶりにゲストさんがいらっしゃって、このテーマでお話です。創作エイサー集団ネオ琉球、与那覇仁さんです。はい、こんにちは、与那覇仁です。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。どうですか、最近忙しいですか？そうですね、やっとコロナも落ち着いてきて、はいはい、観光客も増えたこともあって、はいはいはい、舞台に立つ機会は増えてきております、うんうん、ね、もう毎日踊ってるんですか？踊って歌って。おいや、コロナの時はね、大変だったと思うんですよね。そうですね、うん、仕事なかった？全くなくて、もうお金ないはずなのに、もうメンバーともう泣きながらもうお酒飲みに行くかっつってどうしようどうしようっていうばっかりでしたね、うん。でもあの時頑張ったんで、今あの脚光を浴びてるというか。そうですね、踏ん張った甲斐が、乗り越えた甲斐があって、はい、観光客が戻ってくるとあちこちから呼ばれるんでしょうね。そうですね、やっとこの時は来たという感じですね。最近どんなことをやってるんですか？どんなところに行ったりしてるんですか？ですね、あ、もうあの県内のいろんなイベントはもちろんですけれども、昨日、おととい、うん、あ、昨日か日曜日はあのラフ&ピースライブの宴という、うん、読谷村 の、 あの大鳥ホールで行われた、吉本主催のライブにもネオ琉球出演させていただきました、うん。で、今年、去年今年とは続いて県外で の、 あの、うん、お呼ばれも増えてまして、うんうん、東京そして北海道にも、北海道、はい、足を運ばせていただいておりますね。北海道はどんな感じのイベントだったんですか？これはあの、まあ、北海道のニセコのある、まあね、結構大きな高級ホテルの中での、まああのまあ、クローズド の、 このプライベートのパーティーであったんですけれども、企業様の、ね、パーティーでこの北海道の、アイヌの文化と沖縄の芸能文化を融合させた、演出でというあの面白いイベントで出演させていただきました。そうだね、ホームページ見たらいろんなところ行ってるね。あの山の愛子っていうのは有名な美容師。あ、そうそうそうです、ね、あそこでもやったんですか？はい、ここでも山口県の方に行って、その山口県ですね、山の愛子生誕110周年記念を祝う、はい、あのイベントにもなぜか沖縄から私たちエイサーがということで、うん、出演させていただきましたね。反応はどうですか？いや、実はあの沖縄の人よりも県外本土の人の方が実はあの分かりやすい反応っていうのがあった、うん。まあ、沖縄人はどうしても見慣れてるっていうところあるんでしょうね、やっぱり。だけどあの初めて見るっていう方の反応っていうのはやっぱり、はい、あの新鮮ですね、こちらとしても、うん。京都にも行ったりしますか？京都はまだないんですよね。何かご縁があればぜひ読んでいただきたいと思ってます以前はね、海外にもよく行ってましたけど、海外もこれからですよね。そうですね、実はですね、あのネオ琉球発足して実は最初のこの遠征っていうのがあの福建省、中国の福建省に行ったんですよね。本当にコロナの直前だったんですけども、で、そこから始まって、実は、ね、その後も海外というのはなかったんですけども、さあ3月、もう来月、来月か、あのシンガポールでのお話も実は、はい、いただいておりまして、うんうん、これからまた県外、海外への進出を目指したいところでございます。うん、楽しみですね。はい、頑張ります。で、今度の発表会がいつ、どこであるんですか？はい、今週末日曜日ですね、2月5日の日曜日、那覇市文化芸術劇場那覇とにて、まあ、2年ぶり、そして4回目の自主公演を、開催いたします、うん。那覇とというと、あの元の雲寺小学校の跡地で、ね。そうです、そうです。あそこ車止められない。そうなんですよね、あの、まあ、ね、周りも
あの狭いって言ったらいいですけど、あの交通量の多いあの小さな道路が多いんですけれども、あのそうですね、この劇場での一般駐車場ってないんですけれども、周辺あのコインパーキングたくさんありますので、うんうんうん、ぜひあの、ね、はい、足を運んでいただけたらと思います。はい、どんなことあります、どうぞ説明 PR して。はい、まあ、ネオ琉球、まあ、この名前からの説明になると思うんですけど、ネオ琉球のネオですね、まあ、よくあの皆さん知ってるあの言葉だと思うんですけど、まあ、よくあの新しいとか近未来のとかっていうイメージ、するんですけど、これ実はギリシャ語で、あの古いものを凌駕するという意味で、もともとあるものをあの手を加えて新しいあの表現、新しい現代的に、ね、あの作り変えるという意味がもともとあるそうで、まさにそのネオを、この琉球芸能に、はめて、演出をしていこうというコンセプトでございます。うんうん、あのまあ、1時間 の, あの短い公演であるんですけれども、その中に、エイサーはもちろん琉球舞踊、そして、三線、空手、そして今回は、ね、ダンスといったあのいろんなコラボレーションも含めたあの面白い、琉球芸能の新しい感覚 の,、ね、うん、あのショーとなっておりますので、ぜひぜひどなたでも楽しめる、内容になっているかと思います。パランク作りの無料体験という意味あるんですか？そうなんです。実は今回あの沖縄県 の,、この補助事業を受けておりまして、で今回この県 の,、の趣旨として、ただ公演を見るだけでなく、その付加価値をつけようということで、うんうん、あの何か文化体験というのもセットでやろうという企画でございまして、うんうん、今回あのこの開演の前、会場の前に、クラフトパーランクを、無料で、作って、そして もちろん無料でお持ち帰りいただけるという、うん、企画をやっております。パランクは自分たちで作れるんですか？そうです、今回あのザマミダンボールさん の, あの協力をいただいてですね、はい、まあ、このダンボール製のパーランクであるんですけど、なかなか結構しっかりしていい音になるんですよね。はい、でもうそれを会場前に、作って、そして、この劇場に入ったらもう一緒に私たちと一緒にあの、うん、客席でも太鼓を叩いていいね、一緒に盛り上がると。これ、まあ、子供連れもいいし、そうです ね,、うん、ね、大人でも楽しめそうな感じだね。はい、でここだけの話なんですけども、このパーランク作りに体験した方はあの優先的に劇場に案内いたしますので、一番いい席が並ぶよりもなるど取れるということです。ぜひぜひこちらも、これ面白いね、はい、チェックお願いします。たくさん作ってもらってペルーに送ろうか。あ、いいですね。ペルー子供たちに作る前の送ってペルーの子供たちにも作るところからですね、経験させたいですね。うんうん、いいね、うん、さあじゃあマスコミさんに来てもらってペルーに送るっていう発表してもいいね。ぜひぜひ、はい、楽しみですね。はい、時間が、時間が、今回2回公演となっておりまして、1回公演、1回目が、午後2時開演ですね、うん、そして2回目が午後5時スタート、2時と5時の2回公演となっております。うん、はいはい、じゃあその20分前に行けばあのこのクラフトパーランク作りに参加できると。いや、クラフトパーランク作りは開演の1時間前になります。はいはい、結構大変、いろいろ大変なんですよ、ね、ボンド作ったりあのガムテープで固めたりとかになっておりますので、時間に余裕を持ってお越しいただけたらと思います。はいはいはい、楽しみを2倍にするためにぜひ自分でパーランクを作って、はい会場で見ながらパーランクを届いてもいいかな。もちろんです。はい、ありがとうございます。そういうことで、この番組と与那覇仁さんの方からリスナープレゼントをいたしますので、当日2月5日日曜日の夜の公演ですね。はい、夜の午後5時スタートの分ですね。午後5時スタートの分に、ペアチケットを3組、はい、プレゼントいたします。はい、ありがとうございます。公演が2月5日日曜日、那覇文化芸術劇場那覇アートの小劇場であります。で2回公演ですが、リスナープレゼントいただきますのは夜の5時からスタートの公演になります。まあ、直前迫ってますので、メールで明日、じゃないか、明日、あ、いや今日までですね、今日までメールで受け付けます。うん、はい、今日いっぱいメール受け付けて明日の朝発送します。はい、明日の朝の大祝いは抽選をさせていただいて、はい、こちらの方から郵送で送りますので、まあ、木曜金曜あたりには着くと思いますので、はい、ありがとうございます。ぜひ見たいという方はこの機会にペア3組いただいておりますので、
はい、当たるかもしれませんので、はい、ぜひ応募してください。はいはい、詳細はネオ琉球で検索していただきますと、はい、あのインターネットで調べることができます。うんうん、はい、抽選という不確実なものじゃなくて確実に見たいという方は、当日券2500円かな、はい、当日でも買えるんですよね。席に余裕があればです。席に余裕があれば買えるということですので、はい、まあネットで調べてみてください。ネオ琉球です。はい、リスナープレゼントの宛先は沖縄手帳アットマーク gmail.com です。 okinawatechou アットマーク gmail.com です。こちらまでぜひご応募ください。あ、そうですね、あの、じゃあ住所と郵送で送りますので、はい、お名前と住所はご記入ください。はい、では今日までですので、今も見たいという方はぜひ送ってみてください。はいはい、お願いします。で、今日はあの音響の音楽はネオ琉球さんのどんな音楽だって言いましたか。今回、舞台公演で使用する楽曲のオープニングで使う曲なんですけども、与那覇徹さんから、ご提供いただきました、鍵屋で風節のアレンジバージョンです。はい、聴いてみましょう。では無音になってます。喋ってもいいですよ。何名ぐらい今回参加するんですか、出演者は。11名ですね。目玉は何ですか。目玉はネットでは見られない衣装と道具と、うん、じゃあそれについてじゃあ次話しましょうか。こんな感じで、はい、オープニングは、そうですね、この曲を、カラスターとして、リュウとエイサーダンスで飾りますね。結構ね、あのテンポはゆっくりだ、ね、クラシカル。そうですね、中身は正統派的な感じでして、もう歌が与那覇徹さんなので、そのバックのリミックスで現代的にアレンジしてもらってる。一位からガーッとエンディングはどんな感じですか。エンディングは言ったらネタバレになっちゃうんですけどもうすぐ曲終わります。この後どうします。 CM 行くか喋るか。喋ります。 CM 行く。 CM します。じゃあエンディングは頭を
曜琉球の話は終わりで、終わり、はい、なんか話すの、はい、大丈夫です、さっきまとめた後で最後に時間が余ったらぐらいで、いきなり課題を出になっちゃった。沖縄手帳発行人の時間。2010年1月31日日中歴史共同研究会報告、琉球処分時の沖縄の所属で認識に隔たり。はい、大変固い難しいテーマになってしまって申し訳ありません。この中身はですね、主に2つか3つぐらいの要素に分かれると思うんですね。日中歴史共同研究がスタートした背景にはフランスとドイツの先行事例があったんですよ。これはとても面白いんで、これを一つ取り上げていきたいと思います。そして日本と中国の歴史の見方のズレですね。でとりわけ、本土ではですね、南京大虐殺事件のことが中心に取り上げられたんですけど、沖縄の所属の問題ほとんど取り上げられませんでしたので、この辺についても触れてみたいなと思います。まあ、日中歴史共同研究が始まったのは2005年小泉政権の時らしいんですね。この時に中国側でかなり強烈な愛国教育というのが行われて、それが非常に反日的だということで、もうちょっと話し合いしようやということで、こちらから話しかけたんです。で、当初はですね、政府がこう共同研究するって無理なんで、両方の代表する歴史家たちが協議をし合って、個人としての資格で意見を発表すると、ほぼ5年ぐらいかかってやったわけです。これ第1回目だったんです。1回目ではなかなかすり合わせ難しいので何度か重ねるという予定だったんですけど、ところが日本も中国もですね、その途中から、政府がかなり介入してきまして、共同研究を進めること自体に後ろ向きの姿勢に変わっていったんですよ。最初は研究者でやってたのに、はい、もう政府が黙っていられなくなって、はい、政府が介入してくるわけですね、はい。そして結局はこの第1回だけで終了したということになっています、うん。まあ、残念な結果ですけど、しかしこの残念な結果で終わった第1回目の報告もですね、現在よりは認識の共有は進んでいたんです。今はもっと後ろに下がってますんで、これは厄介だなと思ってます。で少し話を戻して、先ほど言った先行事例であったフランスとドイツの共同研究のことを説明しておいた方がいいと思うんですけど、フランスとドイツは隣国で仲が悪いということでこれは有名なんですね。第二次大戦、第一次大戦、ナポレオン戦争、その前から有史以来ずっと戦争が絶えないという関係で、とても言いがみ合っていたわけなんですけど、そのフランスとドイツが戦後ですね、若者たちのお互いの交流を深めようということによって、数万人単位の人員交流が重ねられたんですよね。でそれを重ねていく中で、独仏ドイツフランス青少年会議っていうのが開かれまして、これは550名ぐらい集まった大きな会議だったらしいんですけど、そこで若者たちからですね、親の時代の偏見にとらわれない新しい歴史を自分たちは学びたいという声が出てですね、決議が行われたんですよ。それは、無知によって、知らないことによって生じる偏見を取り除くために、両国が同じ内容の歴史教科書を導入してもらいたいということを決議したというのがスタートなんですね。でこれを受けて動き出したのが両方の国の教員と歴史学者たちが集まって共同研究しようということになったわけです、ね。で当初はですね、これが国家として動くということは誰も考えなかったです、うん。だから仲が悪い国で有名ですから、そこが、この青年たちの意見のように共通の教科書なんて絶対実現していないと、こういうふうに思っている中で教師たちが勉強を始めたわけですね。
その共同歴史研究が始まったのは1951年だと言われています。で出来上がったのは2006年ですから、ほぼ50年かかっているわけですね。その間行ったり来たり、分裂仕掛けたりとか、そういうのを何度も繰り返しているわけですよ。で、この両方の研究組織の話し合いを国民が支持したわけですね。で政府もお金を出すということで支援に乗り出して、この歴史共通の歴史教科書が出来上がったわけです。とても珍しいですね。それによってお互いの認識の差とか誤解というのはかなり減ったらしいんです。素晴らしい。でもどうしてもこれ見解が異なる部分ありますから、それはお互いの意見をそれぞれに書きましょうと、そして相手の主張に対しては尊敬を持って理解しましょう、学習しましょうということで、まあ半世紀かけてようやくここまで来たということらしいです。素晴らしいですね。共通 でしかも違ってるところも両方載せるということですよね。はいはい、だからこの問題についてはフランスはこう思ってるけど、ドイツはこう思ってるというのがみんなが理解できるようになるわけですね。で驚くことにドイツはですね、フランスだけではなくてこの授業をイスラエルともやってるわけです。アウシュビッツの大虐殺をやった。で隣のポーランドとも行ってるわけですね。両方ともお互いに憎しみ合って言ってた国同士なんですよ。ポーランドはまだ旧ソ連時代が残っている時からこれが進められてるわけですね。これはびっくりでしたね。ドイツとフランスのこの共同研究はこれ政府が主導したじゃないわけですね。先ほど言いましたように、教員とか歴史家がですねやったわけです。そして政治的には中立を保つということをやったわけですね。で時の政権を関与させないと、時の政権が変わってしまうと、いやこれはこうやれああやれという口場所をやりますから、それはさせないと。で冷静な実証研究で、まあ基本スタンスは排外的な民族思想と嘘とかごまかしを徹底的になくすという姿勢を国民が支持したわけですね。ドイツフランスではとても実現できないと思っていた共通教科書が出来上がったということなんですね。すごい前例があったわけですね。今見合ってるのって国同士であって、別に歴史家とかからしたらそういうことじゃなくて、はい、今でもやってますね。第二次のものをやってますけど、国が内容に関与するということはないわけですね。その研究組織が自分たちの判断で進めていくということでやってるんですよ。で本来は、まあ、ドイツが中心になって周りの仲の悪かった国とこういうことを一つ積み重ねているわけですね。だから相手が言ってることはお互い理解できるわけです。本当は東アジアでも中国、日本、朝鮮、台湾、あるいは琉球も入れてですね、こういうふうなことが、まあ、50年かけてでもね、少しずつも前進していけばいいなというのが理想ではあるわけです。で話を日本と中国の歴史共同研究に戻すんですけど、先ほど言ったように2005年に設置され、2010年に1回目の発表がありました。中国側が途中から極端な愛国教育、まあ、日本から見ると反日教育みたいなのが色が強すぎたんで、それをどうにかしようと思って持ちかけたんですけど、その途中から、中国も日本も政府がその内容に関与することになりまして、日本の方も歴史教科書検定とかで非常に政治色が強い姿勢で臨むようになったわけですね。まあ、両方が残念ながらこの歴史の共同研究に後ろ向きとなって1回目で打ち切られたわけなんです。まあ、残念ですけどですね、当時の打ち切られた当時の認識はですね、今よりはまだ良かったです。現在はもっと後ろの方に後退してるんですよ。でこの日中歴史共同研究の報告で、社会的な関心を浴びて、大きくマスコミに取り上げられたのは日本軍による南京虐殺事件、まあ、大虐殺事件の犠牲者数なんですね。これが非常に大きな焦点になっちゃったんですよ。ところが研究している当事者はですね、まあ、日中戦争が侵略戦争であったということとか、いろんな戦争犯罪があったとか、731部隊生物化学兵器を使っての実験部隊があったとか、まあ、いうことは共通認識としてあったわけですね。で南京でも大虐殺事件があったといってもお互いに共通していたわけです。で違いは中国側がその犠牲者が20万とか30万とかって、
日本はいや日本側はいやいやいやどんなに多くても20万あるいは2万とか4万という意見もあるんだということで、これは平行線だったわけですね、うん、だから両方の意見が書かれたわけです、うん、ところがお互いの研究者同士はですね、被害者の数の違いというのはそんなに大きな問題じゃない、うん、なぜこの事件が起きたのか、うん、その日本側にはどういう原因があったのかと、うん、あるいは中国側にはどういう原因があったか、うん、あったのか、両方とも原因があったはずだから、それを明らかにしていきたいということだったんですけど、うん、残念ながら日本での関心はそこには全然いかなかったということになっちゃったわけですね。でその後日本では、なんて言いますか、むしろ後ろ向きになって、南京大虐殺というのはそもそもなかったんだという意見がどん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 出てくるようになったわけですね。政府関係者から発言が相次ぐようになった。あったのになかったと、なかったと、はい、あれはデマだと、うん、中国側では犠牲者の30万というのがもうシンボルになってしまったわけですね。で政治的に動かせないような問題となっちゃったということなんですね。だから今残念ながら日本はこの教科書検定で南京大虐殺に触れることとか従軍慰安婦に触れるとかっていうのはこうもうタブーになっちゃってて、侵略戦争であるという共通の認識があったんですけど、それを言うことも今できないという状態に後ろ向きに当たってるわけですね。一方中国からはですね、戦後史の部分についても共同研究発表が予定されたんですけど、これができなくなったんです。共同研究やったんですけど、その発表を拒否されたんです。で検討内容の発表も拒否されたということになってまして、これはもう憶測でしか話せないんですけど、戦後共産党が主導権にとって毛沢東が主導した大躍進政策で、まあ、一説であれば何千万という餓死者が出たとか、あるいはその間の文化大革命で大変な犠牲者が出たとか、あるいは、天安門事件だとか、こういうことに触れることを嫌がったからではないかと言われてまして、近現代史になればなるほど触れなくなると、政治問題化しているということになっちゃったんですね。んこの事件を中国が、中国側が発表することを拒否してきたわけです。え、だから戦後史の部分は発表されないということになっちゃってるわけです。発表されないだってあったのに、はい、うん、でもまあ若い人は分からないですよね。分からない、うん、そもそも中国ではね、天安門事件のことを触れることすら今でもタブーなんで、それを教科歴史の教科書に載せるということはもうとても考えられないはずなんです、じゃあ知らない子がいっぱいいるんです。知らないですよ。一方沖縄側から見ると琉球処分についても見解が分かれたということは、ほとんど国内の関心を呼ばなかったんですよ、うん、沖縄側から見るとなんでこんなのに関心を持ってくれないのかという感じなんですけどね、うんうんうん、日本側の見解は、まあ、沖縄は琉球はですね、昔から日本と薩摩の間の領族、日誌領族だと、でも実態は薩摩藩が支配していたんだと、日本に属しなければアメリカとか欧米が占領していたはずだと、また琉球王国と外国との修好条約、琉米修好条約とかオランダとかフランスともやってますけど、それを琉球王国が取り上げて外務省に移したわけですね。それについて中国側からは何の抗議もなかったと。だから外交主権を取り上げるということに対して異議はなかったということだというような理解をしているわけです。そして、清国は日本の主張を徐々に受け入れていったと。でこの問題に決着がついたのは日清戦争によるというふうなことになってました。やっぱりちょっと理屈としては苦しいんですよね、うん、話し合いで両方が合意に達したんじゃなくて、日清戦争で日本が勝ったからもう何も言うなみたいな形で終わっちゃったわけです。あ、で清国はですね、琉球はおのずと一国を成しているということを言ってるわけですね。琉球は一つの国であると。全然違うじゃないですか、はい、で中国は朝貢問題を争っているんじゃなくて国の存続を争っているんだと。琉球はおのずと自ら一国を成しているというのは当時の国際外交の共通認識だと、うん、まあ、独立国だという認識ですね、はい、だからそれを当事者である琉球の意思を無視して併合したのは国際法違反である、うん、
まあ、そうであれば本当は琉球の意思がどうだったかというのが問われなきゃいかんわけですけど、それは残念ながら議論されなくて、先ほど言ったように議論が深まらないまま日清戦争で清国が負けたんで、もう何も言えないという状態で現在に至っていると、議論がされなかったということになるわけです。で、今こういう歴史をめぐる問題はドイツフランスのように進んでいるところもあるんですけど、後退している国が多いと言われるんですよね。旧植民地からは自分たちの植民地時代の辛い思い出とか辛い歴史をですね、再度明らかにしてアイデンティティを求めようという動きがあるわけですね。で、それは旧植民地の支配国から見ると自分たちを批判することになるから、それに対する感情的な反発が非常に強くてですね、流れとしてはそういうふうな後ろ向きの方に行く傾向が多いんじゃないかなと言われてるらしいんです。一方、私が面白いなと思ったのは、歴史とですね、感情記憶、感情記憶っていうのがあるらしいんです、これは人間もそうですけど、民族も苦痛を伴うような記憶をどう客観的に見ることができるかっていう問題なんですね。人間で言えばとても嫌な、絶対思い出したくない事件というのがあるわけですね。それがトラウマになっているわけです。時々それを連想すると、急に落ち込んだり、急に凶暴になったりというわけですね。で、これを解決するためには、そのトラウマとなった事件というのを冷静に見るということによって初めてトラウマから解放されるんだと言われていますけど、これは民族も国も一緒なんですよね。絶対に言われたくない問題、思い出したくない問題というのがあるわけです。これは被害を受けた方も思い出すだけでも苦しいわけですね。で、完全な被害というのはなくてですね、その中には一人一人は加害者だったり被害者だったりするのがあるわけですね。これ沖縄戦でも非常に内部の問題としてあると思うんですね。全てが被害者だけじゃなくて、一部は加害者になった人もいるし、あるいは生き延びた人は相当大きな罪悪感を抱えているとか、一方加害をした方はもっと深刻なんですね。自分たちが悪いことをしたということを認めるというのは、もうとても感情的に受け入れできないという方向に走ってしまうわけです。だから非常に難しい問題を見つめていくときに、冷静に見れるような努力をお互いにやっていくと、それによって民族間のこう感情記憶といいますか、トラウマを初めて乗り越えることができるらしいです。そのためにはもう本当に50年は短いぐらいかもしれませんね。そういうことはしかやっていかないといけないんだと思うんですね。日本と中国、韓国の間の歴史認識の摩擦というのは非常に大きいわけですね。それを、まあ、政治家がですね、水を埋める方向に努力すればいいけど、残念ながら今こう両方ともこう水を広げているとかね、痛みを大きくする方に走っている感じがすごくするわけです。そこでこの歴史認識については、西ドイツの元大統領 のワイツゼッカー大統領っていうのが戦後40年目にやった演説というのがとても有名です。ちょっと読んでみたいと思いますかね。問題は過去を克服することではありません。そのようなことができるわけはありません。後になって過去を変えたり起こらなかったりするわけにはいけません。しかし過去に目を閉ざすものは結局のところ現在にも盲目となります。非人間的な行為を心に刻もうとしないものはまたそうした危機に陥りやすいのです。だからどうしても昔のトラウマのようなものを国として民族として思い返して、客観的に話し合いをして、被害者と加害者が喧嘩するんじゃなくて対話するということを通して、戦争とかそういうものは避けられるという、まあそれが唯一の可能性じゃないかなと思いますので、今はうまくいってませんけど、まあ民間の人たちはそういう気持ちを持って、なるべく相手の歴史のことを相手の立場で理解していくということを繰り返していく必要があるんじゃないかなと思います。これ沖縄から見ても一緒なんですね。沖縄の歴史をなかったことにしたら困るわけでね。沖縄のことをもっと知ってもらいたいと、沖縄の立場になって考えてもらいたいということだと思います。これは
ワイツゼッカー大統領のおっしゃる通りですね。本当に今現在のことも目を閉ざしているのと同じっていう。そうそうそうなんですね。例えばじゃあ南京大虐殺30万亡くなりましたって中国が言ってて、日本はなかったですって言って、それはそれだけ突きつけられたらなかったですって言いたくもなるかもしれない。その背景は何だったのかまで言われるとね。だからこの時の日中歴史教育、これちょっと分厚いんで僕はところどころしか見てないんですけど、日本軍がそうやった原因っていうのがいくつかあるわけですね、うん、で中国側も問題があるわけです。というのは中国側の問題はあまり言われてませんけど、うん、指揮官がまず逃亡しちゃってで自国民の保護も全くしてないで、兵隊たちも残されてどうしてもいいかわからんという中で民間人に化けて逃げようとしたりとか、向こうも負け方がめちゃくちゃだったんです。で日本軍は日本軍で食料とか捕虜の扱いというのを全く考えないでやってきましたので、大量の兵隊が捕虜になった場合に自分たちも食料をまあ、地元民からまあ奪う形で生活しているのに捕虜に食わせる飯なんてとてもないと、どうしますかと言われて指揮官はやっちゃえと言っているわけです。これは沖縄司令陸軍 の沖縄の長参謀長がその時南京の司令参謀をしていて、彼が言ってるんですけど、あっちこっちで部隊から降伏したシナ兵をどうしますかというのが問い合わせが来るんです、うん、でも保護する施設も食料もないわけです、うん、だから現場はどうすればいいんですかという、そうすると誰も回答しないわけです。で長参謀長はやっちゃえって命令出すわけです。そしてそうすると機関銃を持ってる兵士が撃てないわけですね、うん、民間人も混じってさせて、そしたら長参謀長はその引き金引けない兵士に気をつけてるんです。日本刀を抜いて切りつけたと、それを見て他の日本兵一斉射撃を始めたとか、これは一例ですけど、そうした軍の背景とか理由とか、中国側が司令部も真っ先に逃げ出したとか、あるいは日本と支那軍が戦場での国際ルールですね、捕虜の扱い方について全く何も考えてなかった、自国民の方を両方とも考えてなかったとか、まあ、深めていく話題議論というのはたくさんあると思うんですけどね、うん、そこからね学ぶことありますよね。それをもうひっくるめて名もなかったですっていうのはね、うん、カープボーイさん、でも基本的に共産党がややこしくしているような気がするけどはい、そうなんだよな。共産党は明らかに歴史っていうのは党が見る歴史しか認めませんからね、だから民間とかですね、中国系の学者とか、まあ、そういうところの話と民間でやっていくほかないんじゃないかなと思いますね。基本的に中国が日本に勝った時って国民党ですよね。そのごまかしから始まってるからややこしいような気がする、うんうんうん、はい、そうだから国民党との話し合いでもいいですし、いろんなところと歴史の問題についてお互いに共通認識するというやり方が必要じゃないかなと思います。ねえ、ちょっと民間でそれぞれでね、はい、今は民間でしかできないんじゃないかなと思いますね、はい、わなんかすごい。じゃあ沖縄もね国だったっていう、中国は片や国ですと言って日本はそう認識してないっていうね、うん、ことが、今日は明らかになった日ということでこの話題でしたかね。はい、そうですね、はい、はい、考えさせられます、はいはい、はい、考えましょう。では答え合わせからいきます。そうですね、はい、はいはい、今日は伊良部大橋が開通した日ということもありまして、クイズは、沖縄でかかってる離島間の橋で、短い一番短い橋はどれでしょうあ、どれでしょうじゃないか、何メートルでしょうですかはい、はい、ニクさんはどれだと思いますか。あ、どれ、清掃小島かなと。清掃小島ね、はい、富城の、富城じゃなくてあっち元部の、あ、元部の、はい、でもあれ清掃小大橋って言います。はい、あ、大きいですか、小橋じゃないですか。小さい橋じゃないですねあ、そっか、はい、
じゃあ、まあ、正解を言いますと、うるま市のですね、偏差島と、あの丹後から偏差島を越えて、はい、次に宮城島という島に渡るんですよ。あ、近いですね。あそこに橋とは思えないような小さい、はいはいはい、道路があります。確かに、はい、これが離島と離島を結ぶ橋の中で、一番短いと言われています。その長さは17メートルです、うん、あ、それが一番小さいです。あの辺りはね、離島が続きますよね、はい、池まで多分渡る人も離島を渡ったという認識がなくて、ちょっと道を越えただけ。これ東原橋というらしいです。はいはい、ありますね、はい、17メートル。でも海峡を越えてる橋なんですね。へえ。その他にも短いのといえば、あの宮古のこの同じね、伊良部島と下地島の間に、あの短い水路があるんですよね、うん、幅が大きいところで50メートルとか言われてますけど、あれも海の水が流れてますから、まあ、水路と言われてますけど、海峡といえば海峡ですよね。あそこに5つ6つの橋がありますけど、うん、短いところでだいたい15メーター持ったのかな、それぐらいだと言われています。そうするとそこが大きいんかな。昔はじゃあそんなはっきり分かりませんけど、はい、船で渡ってたんですか、橋がないときは船で。あの偏差島と宮城島は、うん、あの船ですね、はい、昔乗った記憶があります。なんか水陸両用みたいなのがあったとかって、はい、あの竹橋、うん、竹馬か、竹馬みたいなもので渡ったり、満潮になると、 あそこの海峡はとても短いんで、うん、もう板を落とせば乗れるんじゃないかな。もう昔から橋があったんじゃないかな、復帰前からできてる橋ですね、うん、向こうが、沖縄県の主流では一番短いと言われています。日本全体では小豆島とその隣の小さい島の間に海峡があって 9.9 メートルの橋があるっていうのがあります、うんうん、これも短いわけですね。瀬戸内海ですね、はい、うん、安いですけど、まあそういうことで沖縄は橋が多いように見えますけど、実はとても少ないんです。橋のほとんどはあの川にかかってるんですね、うんうん、海にかかる橋っていうのは数が少ないらしいんです、うん、ということで、一番大きな離島間架橋伊良部大橋、小さいのは宮城島と辺戸島の東原橋17メートルというのが正解らしいです。カープボーイさん、矢切の渡し的なものがあったんじゃないの、そういう短いところにできてます。、はい、あったかもしれませんね。面白いクイズでした、ありがとうございます。はい、そうでした。はい、今日は、そろそろエンディングですが、ジンさんに来ていただきました。最後また宣伝で締めましょうか。はい、今週末日曜日2月5日、那覇とにてネオ琉球2年ぶり4回目の、公演開催します。ぜひぜひ見に来てください。2月5日日曜日、今週ですね、もうね、はい、もう1月終わりですから、はい、でリスナープレゼントもいただいています。夜の公演の方、5時スタートの方ですね、ペア3組いただいてますので、ぜひ欲しいという方は今日中にメールでご応募ください。メールアドレスは沖縄手帳@gmail.com です。 okinawatechou@gmail.com です。はい、まだ少し時間があるんじゃない。まあ今日はあの大きい橋と小さな話をしましたけど、私も沖縄橋が多いと勝手に追い込んでいたんですよ。そしたら沖縄の橋の数はビリから 2,3 番目だったのでびっくりしたんですよ。考えてみれば橋っていうのはだいたい川と川を渡っていくのが圧倒的で、海を渡る橋っていうのは日本では極めて少ない。で、海を渡る離島間架橋は沖縄多いと、こういうことになるらしいです。人と人をつなぐのが橋ですよね。はい、ありがとうございました。沖縄手帳発行人の時間をお送りしました。この番組は三印刷の提供でお送りしました。またイーチェウガナビラ、はい、イーチェウガナビラ。もう今三印刷さんになってるんですね、はい。
丸もそう。